市橋,橋とカジカザワガシの石踏み。橋の高岸付近が、かつての梶じかザワガシ。カジカザワガシ所在地カジカザワガシは、山梨県南駒郡藤川町にあった菓子。近世には、黒沢菓子や青柳菓子とともに、甲州三河湾として整備され、三河岸の主力であるカジカザワガシは、カイ国と駿河国間の物流を結ぶ、藤川水運の拠点で、江戸時代後期から、 昭和初期まで機能した。かじかざわ菓子付近の空中写真。画像中央の橋の左側付近が、かじかざわ菓子。甲府盆地を流れる河川が集約され、右上方より左下方へ流れる富士川が、この付近から、山間部へ入っていく様子がわかる。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成かじかざわは、 甲府盆地の南西端、国中地方と河内地方の境に位置する。東西を、駒山地と三坂山地に挟まれ、盆地を南流する釜梨川と笛吹川のに大河川やその支流が合流し、藤川となる地点で、梶じ沢以南は、川幅が狭くなり藤川谷を形成している。周辺は、山間部で、 縄文時代からの小規模集落が点在し、隣接する増ス町との境界付近には、後期古墳も見られる。近世には、カジカザワやカジカザワが成立したため、商業的拠点として賑わう。カジカザワは、藤川右岸の柵に囲まれた一角で、同じ右岸上流に青柳菓子、対岸の左岸上流に黒沢菓子が一致していた。山側には、 陸路で、木日へ春を結ぶ春秋王冠が並行して通り、梶じ沢は、陸上交通とも関係した要衝となっている。藤川水雲は、年貢米の江戸改装を目的に、かどくら両位が、藤川を改作して開始された。寛永9年には、一般物資に加えて五海米が開始され、甲府盆地の国中山軍からの年貢米を集積して、江戸へ向けて改装される。 共放九年に、甲府藩主、柳沢氏の天保によりが一国が、幕府直轄領になると、在方は、大官支配となる。梶川菓子には、甲府大官所管轄下の北山筋、泉筋地域の年貢米が集積されていた。集積された年貢米は、岩淵菓子、神原を経て、清水港から江戸へ送られ、最終的には、浅草倉前に集積された。 富川周雲の帰り船では、精人化の積載が許され、塩や海産物など甲州にとっての重要物産はじめ、米国や寸州王冠の土上に位置する、美信山区同時へ参詣する参経客などの人員や物資を輸送した。後に海国のみならず、信濃国の諏訪藩、松本藩、高藤藩の年貢米も集積され広域流通圏の拠点となり、貸しの北側には、 カジカザワ塾が発達したンヤ街が立ち並んでいた。貸しには五米蔵の他検査所や詰め所などの施設で構成される三倉台があり、南端には口止め板所が設置されており、出港した大館が人や物資の往来を監視していた。明治以降は、開米の改装が行われなくなったが、1875年には、 富士川運輸入会社が創立され20世紀初めまで、世紀は続いた。その後、中央本線や、富士見延鉄道などの近代的な鉄道整備の影響を受け、富士川周運のみならず、山梨県内の水運は衰微する。梶風和菓跡は、富士川の護岸工事や、堤防工事などの水防対策事業、国道整備や、国土交通省関東地方整備局による、 厚生道路建設に際して、山梨県埋蔵文化財センターによる発掘調査が行われており、1996年の白子明神護岸工事2000年から2003年2004年の調査を経て、主要施設である三倉台やトン街の様相が判明している。中核施設である三倉台は、野内で区画された南北40軒。 東西30軒の敷地に諸施設が配置されており、柵に囲まれていたことを示す杭列が検出されている。石積み台で周辺より一段高く、水害の度にかさ上げされていた。前提跡からは、水積み台跡が検出され、周辺からは、陶磁器などの遺物が出土しているが、赤瓦が出土しており、甲州梶じかざわかしみくら台の図など、文献上の記述と符合している。 また、出土陶磁器は、大半が、江戸後期のものであることから、江戸前期の三倉台が、別所にあり移転された可能性も指摘されている。他、どん屋街や貸家へ至る道路跡や、水路跡、明治期の運送会社建物跡なども検出されている。出土遺物では、江戸時代から、明治大正期に至る陶磁器やガラス製品、官営通報や文久エータから、 天保線などの船カ類や公衆金、家内安全を祈願した泥ンツなどが出土した。また、豚屋街の大半を消失したという1821年の梶ジカ大火は、陶磁器の焼け跡から確認され、砂の堆積した層から、数字の洪水があったことも確認されている。また、白子明人地区、口止め番所地区、横町地区からは、多数の動物遺体が出土し、 特に、マグロイルカ類を含む大型魚類の出土が注目されている。2007年には、元六一分半金が出土し、県内では、甲府上後の慶長一分半金に続く一分金の出土例となった。現在は、厚生道路が建設されているが、出土遺物や石垣を再現したレプリカが、山梨県立博物館において、常設展示されている。 文政4年正月16日には、梶じは文政大火が発生する。大火は、豚屋街から出火し、五米蔵と五つ目所、千秒以上の年貢米、民家77件が消失した。文政大火の様子は、原家文書に記されている。文政大火後には、 甲府大干渉所,所管の軍中総代では消失した年具米の弁済を求められ、市川大門村への五米蔵移転も起とされ、江戸の勘定部行所で、東山影国により裁定された。裁定の結果、年具米の弁済、五米蔵再建の費用は、河原屋根分を除き軍中総代が負担し、再び出荷が起きた際は、梶じ和菓子が全額負担することが定められた。 五米村は、市川大門村に移転されることなく再び、梶じか菓子に気づかれたが、三倉周辺の防火措置が定められた。梶じか菓子出土の当時期には、分生体化による、熱変成で釉薬の光沢が失われたり、発泡しているものや熱変形したもの、ひびが入ったものなどがあり、梶じか菓子出土の移行異物の年代を推定する指標にもなっている。 カジカザワからは3点の公衆金が出土している。2000年か2004年に発掘調査が実施された、問屋や旅館、飲食店が立ち並ぶ問屋街地区では、建物基礎の石垣脇から2点の公衆金1分半が出土した。単造加工の薄のベガネ。直径1 5 5トル厚さ1 4ト、mm、ル重さ 3.72g。金眼有料は、 比重法で67.6%、68.4%、4枚で1両に相当。強法12年から鋳造が始まった一分版で、山梨県内では初の出土。石垣脇から出土したことから、建物や蔵を建てる、際の最終的目的で埋納された可能性も考えられている。2007年には、 横町地区の商人が居住する区域の建物基礎の石垣脇から元禄1分半金が出土。1分半金は甲府城後の慶長1分半金に続く二例目。石垣脇から出土したことから1分半と同様に埋納であると考えられている。元禄1分半金は元禄8年から法営7年に製造された炭造加工の短冊軽板金。 縦 16.5mm、横 10mm、厚さ 1.2mm、重さ 4.44g。金含有量は、比重法で56.6%。雑分の43.4%はどう金の含有率は、甲府上後の経潮1分半金より低く、問屋外蓄湿度の高周1分金よりも、若干低い。 表面は周囲を長方形の検点で囲み、内部の上側には、大枠惑に53切り文、下側には、無枠の切り文が配されている。中央には、通過単位を表す、1分の文字が見られる。裏面には右上に、単元と呼ばれる書体で、記念名、元があり、これにより、元禄一分金であると特定される。裏面、側面には、 幕府五金銀改め役の後藤蜜時の極印、両外将が包み封した際の元極印がある。表面の銀を薬剤を用いて除去し、金の濃度を高める色揚げが施されている。公衆金は甲府の金座で鋳造されたと考えられているが、具体的な金座は不明。梶じかざし跡からは多くの動物遺体が出土している。 動物遺体は2000年から2004年にかけて発掘調査が実施された ABX 地区や2005年に発掘調査が行われた口止め板書跡で出土している。2005年2006年に発掘調査が行われた飼育においても少量であるが動物遺体が出土している。以降、出土遺物や総位から正確な時期は不明で。 江戸時代後期から近現代にかけてと推定されている。魚類は、ネズミザメ、コイ、酒族、コマイ、サンマ、フリカサゴカ、ブリ族、キダイ、マダイ、ニベカ、サバ族、ソーダガツオ族、カツオ、マグロ族、メカジキ、ヒラメカ、カレイカの17種が出土。大型魚類のほか小型魚類も出土している。マダイやキダイ、マグロ類には加工根が見られる。 貝類はアワビ、クボガイ族、ダンベイキサゴ、サザエ、ツメタガイ、アカニシ、アカガイ、イタヤガイ、ホタテガイ、マガキ、ヤマトシジミ、アサリ、ハマグリ、オキシジミの14種が出土。アカガイ、ハマグリを主体とする。イタヤガイ3点には、証拠が見られ、カイサジとしての利用であったと考えられている。哺乳類は人、ノウサギ、ネコ、タヌキ、犬、ツキノワグマ、ウマ、 イノシシ、ニホンジカ、ニホンカモシカ、ウシ、マイルカカの13種が出土している。人の標本には成人の有利場や胎児、新生児の遺骨があり、埋葬に伴う遺体であると考えられている。他、狩猟獣であるシカ、イノシシ、家畜であるウシ、ウマなど、イノシシには、豚が混在していると見られている。数のカモシカ系髄。 牛の仙骨などに加工根が見られ、江戸後期における肉食を示す資料としても注目されている。犬は、科学骨、大腿骨、胸骨、上腕骨の4点が出土している。クジラ類は科学骨の関節部1点が出土している。形態は、ゴンドウクジラに近く、サイズは、体長11メートルの土クジラよりやや大きいことが指摘される。類は、 大半が鶏で、カモル1点が含まれる。鳥類は、カモカ、鶏の2種が出土。鶏は、カジカザワが自然体で700点近く、60個体、分の骨が出土している。個体サイズは、土佐地鳥から、チャボ程度の小型で複数の品種が混在し、加工根も見られる。十数羽分がまとまって出土したいも見られることから、自家消費ではなく専門の料理屋。 加工販売業者がいたとも考えられている。山梨県内では古代、中世において、鶏の湿度は少なく、近世にかけて増加することが指摘される。油坊主、大口品ぎ口止め番所の動物遺体は一辺80センチメートル、前後、深さ約60センチメートルの、木枠と呼ばれるゴミ穴と見られる遺構からまとまって、出土した。年代は、明治後期で、 1907年に山梨県下で発生した明治40年の大水害、同43年の大水害以降に廃絶されたものであると考えられている。魚類はは、ネズミザメ科、フサカサゴ科、スズキ、ブリ属、ニベカ、カツオ、マグロ属、メカジキの8種のほか調査時点で未童定の大型魚類2種。哺乳類はノウサギ、イノシシ、マイルカカの3種。 鳥類は、鶏の一種。遠い降では、マグロイルカ類を含む大型魚類の存在が、注目された。未童貞の大型魚類二種はその後の調査で、イシナギ属、アブラボウズと判明した。イシナギは二個体分で、生息域から、大口石チイシナギと考えられている。大口石チイシナギは、日本国内では、神奈川県小田原市の、 羽岡お塚か,から出土した縄文時代の遺体が知られる。アブラボウズは深海岩小堤に生息し、神奈川県沿岸、伊豆大島近海などで漁獲されている。小田原市の地域食として食べられているほか、静岡県においても食習慣がある。日本国内における遺跡からの出土事例としては初となる。また、イルカ類は5個体分以上と推定され、 マイルカカのカマイルカ、イシイルカかのイシイルカが同定された。他、マイルカ、スジイルカの可能性のある標本も見られる。部位成では木枠には、大型魚類、小型魚類ともに利用価値の低い頭部が残され、大型魚類では、頭部も残されている。このため木枠では、魚類は生で、全身として持ち込まれ、大型魚類の場合は、頭部、頭部を落として身のみが搬出され、 小型魚類の場合は頭部の実を落として搬出されたと考えられている。マグロイルカ類では節根が見られ、頭部を切り落とし身を輪切りにし、さらに細かく切り分け椎骨から実を削ぎ落とす、際の節根と考えられている。木枠からは、マグロイルカ類など、山梨県では珍しい大型魚種を多く含む点が注目されている。木枠に残された大型魚類の背景として、 近代期のカジカザワガシでは人目を引くため、大型魚類を見せ物として、解体を行っていたとする証言があることから、こうした解体作業に伴うものである可能性が考えられている。飼育は、江戸後期から明治期にかけての居住地区とされ、動物遺体の年代は正確に特定できる資料がないが、陶磁器の変年や洪水層などから、江戸後期から明治期に推定されている。 2007年の発掘調査では、魚類は、サバ族一種、貝類は赤貝、マガキ、ハマグリ。哺乳類は馬、ニホンジカ、カモシカの三種、鳥類は鶏一種が出土している。2005年2006年の調査では、動物遺体は哺乳類は、ニホンザル、ヒト、ノウサギ、ネコ、ウマ、イノシシ、ニホンジカ、マイルカカの八種が出土している。ニホンザル、ブタガ、 カジカザワガシにおける明確な標本として、初めて確認された。鳥類は、鳥類は、カモカ、ニワトリの2種、小型の未動定蛍骨1点を含む。魚類は、マグロ属の1種で、側面に身を剥ぎ落とす際と推測される、切れ込みがある。オシイ6点、小型オシイ1点。貝類は黒アワビ、サザエ、ツメタガイ、アカニシ、アカガイ、ヤマトシジミ、アサリ。 ハマグリのハッシュが出土している。貝類は、破片が多く、未童貞の巻き貝1点を含む。植え付き、P13、カジカザワカシアト2、カジカザワカシ4、カジカザワカシ4、P26、カジカザワカシ3、P319、カジカザワカシ3、P319、カジカザワカシ3、P319、カ カジカザワカシさん、P、3、P319、甲州食べ物気候山国の豊かな食文化マイナス、P102。カジカザワカシ3、カジカザワカシアトさん、P、3、P319、カジカザワカシアトさん、P、3、P319、人と動物の昭和詩、P79、人と動物の昭和詩、P79 から80。カジカザワカシさん、P、3、P319、 人と動物の昭和詩、P80、人と動物の昭和詩、P80、植え付き、ピアニッシも、13から14植え付き、P14 植え付き、P14 植え付き、P15 植え付き、ピアニッシも、15から16植え付き、P19 植え付き、P78。ありがとうございます。